ゾンマーハウゼンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ軍の市場長で、アイベルシュタット行政共同体を構成する自治体の一つである。ゾンマーハウゼンは、ビュルツブルグの南1 3トルのマイン川右岸に位置する。ブドウ栽培のほか観光業や芸術活動が大きな役割を担っている。ゾンマーハウゼンの対岸である。 マイン川西岸には、ビンターハウゼンが位置する。領長の奇妙な名前は、教会の守護聖人に由来する。ゾンマーハウゼンの守護聖人は夏生まれの聖バルトロマイ、ビンターハウゼンは冬生まれの聖ニコラウスである。この町は、公式には、ゾンマーハウゼン地区単独で構成される。ゾンマーハウゼンは、中世からすでに、マイン川沿いの重要な町であった。この町は、 ビュルツブルグ市協領主の統治下になかったため、カトリックが支配的なマインフランケン地方にあってこの町はプロテスタントの飛び地となっている。ゾンマーハウゼンはバイエルン大公により売身化されたリムプルク博の相続人であるシュペックフェルト家の一部として1810年に領土整理の一環として1810年にビュルツブルグ大公国領に移されたが、 1814年にバイエルン王国に戻された。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。この町は武道山の麓のマイン渓谷にあり、何世紀も前からフランケンロマン主義の看板町であった。中世の死壁は現在も残されており、狭く曲がりくねった路地が続く中心街のほとんど。 すべての建物が数世紀の歴史を経ている。町役場は16世紀の建物である。ゾンマーハウゼンの議会は、町長のビルフリートザークを含め13人からなる。この50年間にこの地では、多くのハイマートフィルムが制作された。1950年に、芸術家一家のマリー・ピエロ家は、旧市門の塔に、ロー劇場を創設した。 この劇場はわずか50席の客席のステージが一面だけの小さなものではあるが、ディーター・ヌールがカバレティストとしての初舞台を踏んだステージである。その後、多くの芸術家が絶えず、ゾンマーハウゼンにやってきた。彼らは、鹿部沿いのとても古い家屋を利用した。現在のこの小さな町には3つの劇場、多くのギャラリー、ワイン酒場、贅沢なレストランや高級ホテルがある。 ゾンマーハウゼンのクリスマス市は少し特別である。ゾンマーハウゼン中でクリスマス市が開催される。市場は基本的に旧外区全域で行われ、教会、ギャラリー、ワインパブも利用される。ゾンマーハウゼン体操スポーツ協会が主催する街道ワイン祭は毎年大規模なパレードが行われ、広場では何日にもわたって式典が行われる。ありがとうございます。